東武東上線の新型車両について解説します。東武東上線は池袋駅から川越方面を結ぶ路線です。東武鉄道が運営しており、老朽化した車両がまだまだ置き換えられずに活躍しています。なかなか新型車両を導入しない東武鉄道ですが、新たな動きが出てきました。それは東武アーバンパークライン、東武大師線への新車導入です。東武アーバンパークラインには2024年度以降8万系を導入することが公式の論文より明らかになっています。編成数を6両から5両に減らし、現在の6万系は編成数を同様に減らして再利用するといいます。また東武大師線ですが、たった1駅の区間に新型車両を導入することとなりました。これは東武鉄道の設備投資計画において明らかになっており、添乗員付きの自動運転に向けた実験を行う方針です。また、決算資料から推測すると、大師線への導入は2027年度以降となりそうです。また、現在の車両が亀戸線と共通運用であることから、亀戸線にも新型車両を導入すると考えられます。この他、スカイツリーラインにも2017年頃に新車が導入されています。首都圏の東武鉄道で新車の導入が進んでいるのにもかかわらず、東上線には整備が進んでいません。ホームドアの設置、高架化による踏切廃止、車両の老朽化など様々な課題があります。また、東上線はドル箱路線といい、非常に儲かっている路線です。しかし、それに見合った車両の更新は遅れています。また、スカイツリーラインの車両を東上線に持ってくるのは非効率です。その理由は保安装置が異なり、装置の更新や改造が必要になるためです。このことを考えると、新車を導入するとなった場合、完全な新造車両となりそうです。しかし、導入時期はわからない状況です。なお、動画の一部においては輸送内容を含みます。ご視聴ありがとうございました。